はい、こんにちは、ずんどうです。今回ですね、メタルアンタレスは3体必要か、そしてアマテラスドラゴンは、まあ、1体でも取っておいた方がいいのかっていう話をしていこう。で、まずメタルアンタレス、これがまあ俺結構3体もう交換しちゃったんだ。交換しちゃって強い正直めちゃくちゃ強い。マジでこれ強いと思ってる。で、まあ、これちょっとこっち見ようか。このモンスター図鑑で見ようか。メタルアンタレス、これね、これ聴覚性が120にすると 9000HP9000 一番近くあって、攻撃力も5818でプラスフレーバー6000ぐらい超えるんか。で、回復はまあゼロだけど、で聴覚性がスキブプラス毒耐性プラス無効貫通で、貫通火力高すぎるね。これ無効貫通が1で5個6個、まあ素の覚醒、覚醒スキル超覚醒込みで6個持ちにできるし、まあ普通に武器で無効貫通つければ無効貫通7個持ちとかでもできるしっていう感じで、めちゃくちゃ貫通火力お化けで、毒耐性プラスもつけれるのも結構偉いかな、普通に偉いなと思ってる。でスキブプラスもにしちゃえばスキブ4つにできるし、めちゃくちゃいい性能もらってるなって感じで、18ターンでドロップのロックを解除して回復を日に変化、 HP を全回復で、自分以外の味方スキル2ターンチャージスキル進化で、この2ターンチャージが本当に偉いね、偉い座かなと思ってる。まあ、この2ターンチャージがあるおかげで、まあ、変身助かったり、まあ、そのリーダーフレの変身が助かったり、まあ、ループしやすいっていうのもあるし、初手ループしやすいっていうのもあるし、で3ターンで打てる 3×3 の正方形ヒドロップ1つ生成っていうが打てますよって、進化スキルになりますよっていう。でこれが3体いるとループするっていう。いやこれね、俺一回動画出したんだけど、まあ、チャンネル辿っていけばあるんだけど、ウラシアの限界を1コンボ、その3体のこの3ターンのこの正方形ループで、あの1コンボでずらして突破するっていう、まあ、動画出したんだけど、めちゃくちゃ快適やった正直めちゃくちゃもう本当に過去一、過去一ぐらいもう快適だった。もう本当にもうマジで快適だったんで、これ、まあ、裏白とか周回する人は結構おすすめだと思ってる、まあ、結構いいなと思ってるわ。で、まあ、本当にこの正方形ループマジで強いね。まあ1コンボずらすだけっていう快適さもある、めちゃくちゃ快適さもあるし、まあ、本当にパズルしたくない方パズドラの実況でパズルしたくないっていう言葉を発したのは初めてだけど、まあ、普通にパズル、まあ、やりたくないよっていう方は普通にもうこれ1コンボでずらすだけなんでめちゃくちゃいいと。でこの武器がめっちゃいいね、メタルアンタレス。この武器も最、まあ、強いと思ってる。副属性、こう火の無効貫通、泥鏡、チーム HP。うん。これもいいね。これも優秀やね。本当に。無効貫通つけれて、まあ、ヒパだったら重宝されっかなっていう感じ。で、武器、スキル変わりまして、6ターンで1ターンの間6コンボ加算。ドロップ6状態解除して、3×3 正方形ドロップ1つ生成。まあ、これも、まあ、6ターンってたまんの早いか。まあ、スキル、まあ、もう、最初からスキルまで6ターンだけど、まあ、ちょっとこれは、でも、スキルが短いかな。まあ、相当、スキルめっちゃ短い、ターン早いんで、まあ、これも、まあ、使い勝手は正直悪いかもしんないけど、まあ、全然この覚醒スキルだけ見た感じ、めちゃくちゃいいなと思ってるし、ですね。だからまあメタルアンタレスは3体とは言わず4体5体わかんないけど、まあ取れる人は取っておこうって感じがいいかな。まあ最低3体は欲しいけど、まあ正直1体でもいいなと思ってる。まあ理由はですね、あれなんだ、このメタルアンタレス1体を入れた編成も結構あるね。1体だけ入れた編成のなんか集会パーティーとか結構あるんで、まあそれでもいいのかなっていう感じかな。まあ最低1体は欲しいかなと思ってる。でも3体いればマジで強さ発揮するんでおすすめかな。で、あ、こっち見ようか。アマテラスドラゴン。次はアマテラスドラゴンね。アマテラスドラゴン。まあこれもいいね。いいねって言ってるけど俺使ったことないわ。1体持ってるけど使ったことがないね。まあこれも、まあ、やっぱこういう黒メタルキャラ、黒メタルとかこういう系の交換キャラ、カリンドラゴンとかもそうだけど、やっぱりね、1体は欲しいかな。1体以上は欲しいね。そうですよね。まあ普通に、2、3体いたらもうめちゃくちゃもう安泰って感じだけど、1体あった方がやっぱり絶対どっかで使うし、パズドラっていうゲームは、どの場面で、どこの場面で、どの、このキャラが使われるとかあるから、正直ね、まあ、全キャラ取っておくのに越したことはないなと思ってるんで、まあ、正直このアマテラスドラゴンもどっかで使うことは絶対あるんで、まあ、1体は取っておこうって感じかな。
で聴覚値スキルプラス冬グライム耐性、うん、めっちゃいいね。スキル4つできて冬もつけれて、まあ、冬つけるのがいいのかな、まあ、普通にね、さあこれスキブじゃあ中強10強ウェイプラスなんで、まあウルトラですね。ウルトラのサブにめっちゃ入ってくるだろうなっていう感じ。ウルトラのサポートワークでめっちゃ強いなって感じがする。これがまあこのスキルがめっちゃいいよね。で進化前のスキルが18ターンでもろもろ回復していって2ターンチャージ。あ、これあれ一緒か、あれと一緒か、おでドラと一緒か。で6ターンでもろもろ回復2ターン半減。いやマジで良くない、このスキル。このスキルめちゃくちゃ強くない？何が強いって、これ空打ちってか空打ちっぽいことができるか。このもろもろ回復、正直ね、おでドラって4ターンでもろもろ回復できるんだけど、あのスキルは覚醒無効とかバインドとか奇才ドロップがやってこない状態で打てないんだ。あの空打ちできないことが結構あるんで、そこ使いづらいなっていう感じたまにあるんで、この2ターン半減があることによって、まあ普通に空打ちできるよねって感じで、めちゃくちゃ強いと思う。半減自体が、ダメージ半減のスキル自体が、まあどこで打っても腐らないし、めちゃくちゃいいなと思ってる。で、まあ回復努力4つ持ってるのもめちゃくちゃいいなと思ってるし。で、武器が櫛ですね。アマテラスドラゴン。神タイプ付与、回復努力をスキブ、十字、イベンジョ。うん、めちゃくちゃいい。サポート特化でめっちゃいいね。十字あんの偉いかな。俺的にこの十字がいいなと思ってる。やっぱ最近奥町とかでも、奥町とかはいろんなダンジョンで、まあこの十字、暗闇、超暗闇目覚めやってくる場面め結構あるんで、まあ、これおすすめ、結構いいなと思ってる。で、14ターンで、もろもろ回復無効化、ダメージ無効化。いや、めちゃくちゃ強えやん。いや、本当にベタ褒めだけど、いや、本当にこれ強いと思う。まあ、ダメージ無効化、ダメージ無効化のスキル持ってない方は、まあ、これ2体取って、母体と武器で取っておくのもありだと思ってる。まあ、ダメージ無効持ってない人だね。持ってない人は。で、ダメージ無効化、うん、これやっぱいいな。なんか最近さ、5月のクエストとか、まあ、何月のクエストの上レベル、レベル12、3、4、5とかで、結構大ダメージ飛んでくるじゃん。めちゃくちゃ、もう理不尽で狡猾な大ダメージ飛んでくるじゃん。で、そこの対策にもなるかなっていう感じはワンチャンあるなって思ってる。ですね。いや、めちゃくちゃ今回のこの5月の交換のキャラ、めちゃくちゃいいと思うわ。正直、まあ、カリンドラゴンがもう、やっぱりこの今の交換のランキングとしては一番強い感じはあるけど、まあ、このメタルアンタレス3体いれば楽しい。3体いれば楽しいね、これ。3体ループで楽しいねって感じなんで。これおすすめかな。結構ね、まあ、クロメタル余ってる方はおすすめだと思ってる。3体確保するのは。で、アマテラスも、まあこれもなかなかサポート特化でめっちゃ強いなって感じがするし、まあ、1体は欲しいかな。そうね。1体はまあ、欲しいなと思ってるわ。で、やっぱり武器分があんのが、やっぱ、ちょっと難しいね。この素材不足ではあるかなっていう感じはするけど、やっぱりこの武器も否めないというか、武器もやっぱ強え。武器も相当強いんで、やっぱり武器分欲しいなとは思うけど、まあ、母体分1体2体3体、まあ、取れておけばいいなっていう感じはしますね。よし、終わりましょう。もしよければチャンネル登録、高評価お願いします。じゃあね。